あー、来た出てきた出てきましたか。はい、どう待ってね、平岡くん入ってんじゃん、そこじゃないマジで、情けないよこんなやつのチャンネルじゃ誰もムカデ書いてて思わねえって。どうも、コンチューハース101号室8番です。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。お久しぶりでございます。2週間ぶりぐらいかな。はい、結構なんか外行くことが多かったりとか、まあ、ちょっと企画でね。そうですね、やってましたね。はい、で結構三森くんにお願いしてたんですけど、はい、もう今回はシンプルなものですので、はい、平岡をルイージサーキットで平岡って言われてるから一番シンプルなマリオカートね。で今日取り扱うね、生態はね、ルイージマンションぐらい怖いかもしれない。いやいや、腰全部ルイージくんの、うん、ロケット続きしちゃいそう。お見せしましょうか、こちらベトナムイエローレッグ出ました。ムカデですね、怖いな、うん、相変わらず。そうだね、迫力のある、うん、こう開けるとね、出ちゃうんでね、汚いですけど。以前紹介した時は頂き物という形でね、あの飼えなくなった方が、うん、ぜひ803人みたいな感じでね、はいはいはい、こうやって今私が譲り受けて飼育してるんですけど、はい、もう平岡がちょっと言ったように汚くて見えない。そうだね。なので突き通っちゃいます。出ました、引っ越しね。そうだ、ちょっと怖いんですよ。まあそうやね、開けたら結構出ようとする感じになるもんな。そうです、この感じでね、のろそうに見えるけどね、うん、ちょっと早いよね。早いですね、うん、でムカデやっぱすごくやってる方は、うん、こういうあのなんていうのあれ、きなこパンとか掴むやつ、トング、そう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 、まあまあ、パン屋さんで、きなこパン屋さんである。ないないない、メロンパン屋さんぐらいか専門でやってるの。ああいうのあればね、すぐ行ける人もいるんですけど、はい、僕は本当その辺ができなくて、かつ持ってないので、はい、だいぶ慎重に。慎重にね。じゃあ同じような感じでね、床材をセットしていきますかね、はい、中身はやっぱり似たような、まあ、もちろん一緒な感じで。そうですね、まあプラスなんかちょっとアレンジは加えようと思うんですけど、まず床材から。はい、こちらジョジョサンド。ジーカー、便利ですね、特にやっぱりムカデ。ごめんなさい、チャックが、気をつけてくださいね。だから今回は隠そうとしてるな、あいつもう床材はねこれだけですので、直接ねケースにぶち込むという形でね、こんな感じで、はい、はい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 、いい感じに、うん、そんなにね土に依存するタイプのムカデじゃないのでね、深く敷かずに浅めな。そうだね、そのほかしっかりと観察もできるからね。加水をします。ミストスプレー、ジャジャー、藤倉さんのミストスプレーです、ね、はい。さあしっかりとね、これがねすごく大事で、今回のムカデは結構やっぱり湿度は大事ですか。湿度、そうですね、蓋がね、はい、このようにねやっぱ通気性がすごいので、すごいね、できるだけね保湿できるようにだいぶ湿らせますね、僕は多めに。さあ、では混ぜ混ぜ。いやでもこれがねちょっと不評でね。何が不評？あのまあ手汚れたくないから、うん、こういう手袋つけるんですけど、うん、なんかこれつけた時の手がすごい気持ち悪いもんね。気持ち悪いよな。指毛生春巻きって言われてるから。確かにね、その指毛がね、うわー汚いな。いや汚くはない、気持ち悪いでいいよ。あー指毛とミスト、すごいやん。需要ないだろ、これは。ダニも湧きづらくてめちゃくちゃおすすめなんでね。これがもうダニ湧き出したらもう地球が終わりというかね。あ、もうそこで分かるんや。そう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 、地球の終わりを観測するのにももってこい。もってこいどうにもならないの。はい、こんな感じですね。まあざっとね、ざっと、はい、結構多めに加水をしました。そしてこちら水苔。水苔です。これがまたね保湿にすごく一役買うというか、置くだけでね、うん、自然感が少し出るというかね。そうやね、うん、一気に雰囲気が出る、出ますね。乾燥してきたらここに向かってこうやって霧吹きをするようなメンテナンスにしたいので。あ、なるほど。そう、まとまってる方がやりやすいね。コルク出ました。コルク今回新アイテムですね。入ってなかったですね、うん、あ、雰囲気がちょっとまたね引き締まりました、ね、こういうとこ好きやもんな、ムカデって。そうね、でメンテするときに隠れてもらってる方がねこっちとしてもやりやすいというか、襲われなくて済むんでね。うん、水場でございます。水場、醤油差しです。まあね、この溺れないようにってのありますけどね、ごついもんな。そう、その心配はなさそうですね。はい、これで完成でございます。コルクが入ったことによりちょっと引き締まった感じに、ね、なったんじゃないですか。ちゃんとなんかね、飼ってる感じが出ますよね、これで、ね、うん、ただ問題がこっからですね。他の方だと多分ここまでで普通に修
終了で、あとまあさっと引っ越しして終わりやと思うんだけど。そうですね、ここからが多分メインです。うん、昆虫ハウスはここで2回広告挟むからでも意外といけるかもしれんよ、成長してるから始まる。これの下にこれ敷いて入れるパターン、あー、なるほど。万が一こう ね、出ちゃっても助かるように、逃げないようにって考えるとやっぱそれが一番じゃない。ただこのパターンでも怖いのはね、こう伝ってくることあるからね。そうやね、上がっちゃう可能性もなくはないから。蓋がねこれ厄介な音にスライド式だから、いやこんなところはいられるかな。うわー、ボスが出てきたわ、いきなり。入れ方多分ほんまおかしいやろな、これ始まる。うん、本来は掴んでポンだけど、俺が掴んだ時に噛まれる怖さを知ってるから、うん、絶対俺はダメな人間だから。スターティングゲート大丈夫か、収まっちゃってるね。うわー、上がってった、すごいな、抜かれてすごい、こんな上がっていけんや、ね、レトローチ先に行く、先にな、そう、相棒をね。あー、オッケー、レトローチは成功、相棒がね、まず入ったんで。カズイが入ったらバンジョーなんや、こいつ。あー、来た、出てきた、出てきましたか。はい、どう、待ってね、平岡くん、タワーの上に登っちゃって、これが降りて、想像以上に強い子だ。降りてくれることがあるかどうかだよね。うん、いやしかしすごいパワーだよ。普通のムカデだったらね、うん、ちっちゃいやつだったらトントントンってやったらそのパワーで落ちるんだけど、この子も体がでかいから落ちひんな、全然落ちないですね。さあさあ、そうこれで行ってくれたらね最高なんですけど、どうでしょうか。さあ、こんなもんなの、引っ越してどうなの。でも人間の引っ越しがあれぐらい大変じゃん、業者呼ぶぐらい。確かにな、引っ越しっていうのはここからかもしれん。今他の方だったらちなみに終わってる、その人の次の動画の方行ってると思うそう、ここはやっぱ本当に80クオリティだからね。ここにちょっと出てる足をね軽くこうやって刺激してやると、うん、さあどうですか。おおおお、行ってくれそうな、かすめたけど大丈夫だから出ちゃダメ。あー、惜しかったね今。惜しかった。いやすごいな、こっつ、こわ何こいつ、うわー、いやー、あー、触覚とかすごいね、すごい。これもうちょっと細かったらすり抜けてくるからね。そうやな、いやマジでだから、いかに肉厚か。おさあどうですか、どうそう、一回そっちのケースに乗るの大事ね。いい。ただこの後落ちるか落ちないかは、落ちずにこっち回ってきて。これねちゃんと中に入ったら受験してる方がいたのね、応援動画にもなんだよね、うん、受験ってでも終わってるやろ、もうだから来年のや、もう始まってるからな、うん、受験戦争は。これが入学っていう狭き門なのか。さあ来た入学に向かって、さあ模試とかくぐり抜けて、くぐり抜けてね、うん、ああ一回ここでね、ああ落ちた、落ちたけど、いやすごいな、はぐ音、うん、意外とピンセットで掴めそうな気もするな。なんで掴めへんと思ってた今まで。あのもっと体弱いと思ったけど結構硬いんだよね。でもうがっしりしてんもんな。うん、ただあ、いけそうな気もするな。いくだ惜しかったね、惜しかった。お、登ってきた。おお、すごい登ってきた。おお、すごい。受験戦争に勝ってきた。アルファベット書けるようにまず。そっか。お受験これ。大丈夫だ、年は全然違ったわ。大丈夫だからね、落ちないように気をつけてね。それが教師の役目。先生がね、こう周りのサポートとかがあって、ダメだよ。落ちそうだな。大丈夫か。苦手な科目もやろう。君はその得意科目でどうにかなるほどのおつもしてないから。まず周りでね。底上げすることで全体の強化をしていこう。こいつと道徳が苦手そう。ここに入りたかった言ってたやん。もう入ってんねん友達のレッドローズちゃんは。どうしましょうかね、マジで。ちょっと一回り大きいケースに入れるべきだったな。あ、左にね、利き手にも近いで本気出しましたよ始まるが。なんか触る場所間違えたらこう反撃してくるからね。優しくね、足挟まないように、挟まないように優しくね。うんああ、いや頭おかしくなる。これずっとやってて頭おかしくなる。壊れちゃった。マジで情けないよ。ムカデをね、これが買いたい人に勧めたいんですよ俺は。ダメだよこんなやつが。こんなやつのチャンネルさ、誰もムカデ買いたいって思わねえって。本当にごめんなさいマジで。マジで辛いって。こんな大変なやつだ。本当はもっと上手い人できるんです。僕が本当にしょうもないから、うん、くださった方にもさ申し訳ないしさ。申し訳ないしな。ムカデにももちろん申し訳ないし。受験道に戻ってきた。あー落ちた、落ちちゃった。学校なんて行かなくていいって言える大人になりたいな。大学まで出てんだよ俺。説得力ありすぎるって。頼む。さあ、いけ、いったいったいった、大丈
夫だから落ち着いて、そう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 、はい、そういけるいけるいける、やったやった本当に皆さんお時間かけました、やったやった、ああレッドローチも喜んでるねえ、レッドローチはいいけど、いやよかった、うわいやよかった、コルクの入ってくれました、よかった、いやただ満足はしてくれてる感じがね、うん、どう伝わるかな、伝わる伝わる、おうわすごいすごいすごい、モコモコってしてる、出てきた出てきた、うわすごっ、うわ触覚がニョロ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 としてます、うん、前に比べるとね、この子にとっていい環境は提供できた、プラスこうムカデをピンセットで掴むことがちょっとまあだいぶ時間かかったけど、うん、できるようになったという意味で、なるほどな、これ実はハチマルの成長物語やったよな、そうか受験者は俺だったの、お前やった伏線がね、伏線っていうのこれ散りばめられてたからただの紆余曲折これという感じでぶち終わりました、いやいや迫力やばいね、今回はめっちゃかかった、正直40分ぐらいかかったけど、はい、うん、次このタイム越せるように、まあタイムアタックなんて感じでやりたくはないけど、そうやな、一個一個の作業がこれぐらい時間かかってたらね、うん、これからムカデちょっと迎えずらっと自分のすね毛だったムカデみたいだったから説得力ありませんが、うん、とムカデの動画ねまだたくさんありますので、こいつムカデ過去にも動画いっぱいあるのかよ、初めてじゃないです、はい、ムカデの再生リストありますので、よかったらそちらを見てください、チャンネル登録の方よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました。